ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上尚弥31歳の最新のファイトマネーについて複数の海外メディアが報じています。井上尚弥は2024年9月3日に行われた防衛戦で元 IBF 同級王者の TJ ドヘニーアイルランドに7回 TKO で勝利しました。米メディアボクシングキングダムによると、井上尚弥のファイトマネーは急速に増加しており、最新の試合では推定640万ドル約9億2800万円に達していると報じられています。さらに、ニューヨークファイトではその額が650万ドル約9億4200万円以上とされており、今後も彼の報酬が増加する見通しが示されています。スペイン紙マルカによると、井上のファイトマネーは640万ドルである一方、挑戦者のドヘニーは100万ドル約1億4500万円を受け取ると推定されています。この金額はドヘニーにとってキャリア最大の賞金額となる見込みです。ボクシングキングダムは、井上尚弥があと数回の大きな勝利を収めることでヘビー級のトップ選手のような巨額のファイトマネーを得る可能性があると報じています。さらに今後の勝利次第では1試合あたりのファイトマネーが20億円30億円を超える可能性も指摘されています。井上尚弥のボクシングキャリアは彼の実力とともに経済的な成功も大きく飛躍しており、今後の試合でさらなる収益を得ることが期待されています。